こんにちは、おじこです。今回はこういう青みの強い色をやんわり取り入れて、久しぶりにつけまつげを使わないメイクをしてみました。ぜひごゆっくりお楽しみください。ベースメイクは厚すぎず薄すぎずのいつも通りの感じで作ってあります。カラコンはレビアワンデーのプライベート03をつけています。キャンメイクシェーディングパウダーの05番を使ってまずノーズシャドウを入れます。私は比較的面長な方なので、より面長に見えないように眉下のくぼみから鼻先まで一直線につなぐというよりは、眉下から目の横くらいまでと、それから鼻先という感じでノーズシャドウは分けて入れています。それでこの眉下のくぼみの影を入れるときは、本来の私の骨格通りに入れるとこういう形なんですが、私はまぶたがボリューミーで腫れぼったく見えがちなので、ほんのりまぶたの目頭側も影で潰して、少しまぶたがすっきりして見えるように影を入れるのが私のこだわりです。今回はつけまつげを使わないナチュラルな感じのメイクなので、あまりシェーディングが濃すぎても悪目立ちしてしまいますが、シェーディングが薄すぎても私の平坦な顔がどうにもならないので、ほどほどのバランスで影を入れます。鼻先は細く2本線を入れて、そこから小鼻に塗り広げていくという感じです。最近は小鼻を塗りつぶす形でシェーディングを入れるのにハマってますが、がむしゃらに黒く塗りつぶすというよりは、あくまでもこの鼻筋から降りてきた影という感じで広げていった方が自然に見える気がするので、私はそのように影を入れています。鼻先に影を入れる時も正面からも見ますが、横から覗き込むようにしてこうやって触ってみると、このかすかに存在している鼻の軟骨を感じることができるので、そこに合わせるような感じで鼻筋のラインは入れています。で、この鼻の穴のある面は暗すぎない程度に塗りつぶします。それから鼻下と人中と唇の下に、これはもともとある影を濃くするような感じで自然な感じにのせます。あとは鼻の頭をほんのり区切ります。涙袋の影はまた後ほどアイメイクの様子を見て描こうと思います。私は面長な方ですが、顎はあんまり長くないので、顎の長さが1ミリでも惜しいので、ここには影は入れないです。ここの角張ったエラの部分と広いおでこに重点的に入れます。シェーディングで定番のこの頬骨のあたりのラインは、もともとここにやつれ線というかげっそりしたラインがあるので、あんまりこれを強調させたくないので、この辺はふんわりと筆を通すくらいで済ましています。おでこは特に縦幅があり余ってるので、このあたりをよく削ります。こういった感じで私のいつものシェーディングは完了です。キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ23番のここの色を指にとって、このアイホール全体に、でもここのラインは超えないくらいに塗ります。まつげの生え際から上に向かってじわじわっと塗り広げていきます。続いてここのブラウンをブラシに取ったらよくなじませて、目尻と目頭にほんのり影を入れます。下地メイクの雰囲気にもよると思いますが、つけまつげをつけずに一重メイクをするときは、私の目の形の場合は陰影をしっかりと入れた華やかなメイクというよりは、自然な陰影を入れる程度で、あんまりアイシャドウは作り込まない方が私のこの目のさっぱりした感じにマッチしやすいのかなと思うので、軸の太いつけまつげをつけずに私の一重を生かしたメイクをするときは、いつもよりはアイシャドウも控えめで、すっきりした感じとかさっぱりした感じとかを意識してメイクすることが多いです。下まぶたの目尻にものせます。私が一重メイクをするときは作り込まずにシンプルに仕上げることが多いですが、シンプルな分それぞれの工程はいつも以上に丁寧にして、きちんとメイクがされてるという感じに見えるように気をつけています。次はここのカラーを下まぶたの目頭から先ほど塗ったブラウンにつなげます。ケイトザアイカラー007番を今塗った場所に重ねます。
この007番はほんのり血色感が出て、涙袋に塗るとすごく可愛いグリッターです。少し粉飛びは気になるので、チップによくなじませてからのせるようにしています。一時期すごく推してたので、ご存知の方もいるかもしれません。セザンヌシングルカラーアイシャドウの07番、これをのせてみようかなと思います。指によくなじませて、まぶたの中央にちょちょんとのせます。で、下まぶたにもほんの少しだけ青ラメをのせます。よく見たら青ラメがいるというくらいで、さりげなくのせます。ビューラーはアイプチの一重奥二重用カーラーを使います。今まで5つ以上のビューラーを使ってきた中で、これが私の中では一番まつげが上がるビューラーです。同じようなコンセプトのコージーのものも使ったんですが、長さなのか形なのか私の目には合わなくて、やっぱりこのアイプチのビューラーの方が私の目ではまつげがよく上がりました。私のメイクではまつげのメイクがいつでも重要ですが、特に地まつげでの一重メイクの時は本当にすごく重要なので、この目の形によく合うビューラーはすごく大切です。毛先は後ほどホットビューラーで持ち上げるので、ビューラーでは根元だけしっかりと上げます。そうしたらすかさずエテュセアイエディションマスカラベースを塗ります。根元にたっぷり、毛先はスッと抜く程度で、根元からカールが落ちないように固めます。黒目の端よりも目頭側の部分はマスカラベースもマスカラもほとんど塗りません。というのも、ここの目頭側の部分のまつげは特に上がりにくい部分で、どんなに頑張っても下向きのままになりやすいので、マスカラをたっぷり塗ったまつげが垂れ下がってるのと、そのままのまつげが垂れ下がってるのだと、かえってマスカラを塗らないでいた方が変に悪目立ちしないということが分かったので、目頭側はあんまりいじらずに、黒目の上が一番長くて目尻側はちょっと長いというくらいの割合でマスカラを塗るようにしています。ファシオパワフルカールマスカラメガボリュームの BR300 番を使います。こってりした液なのでよく落としてから塗ります。マスカラベースと同様に根元たっぷり、毛先少なめで、目頭側にはほとんど塗りません。ホットビューラーはテスコムの TL326 を使います。根元はすでに上がっているので、毛先をもう少し上げます。ホットビューラーまで終わらせると、このような感じです。まつげによってまぶたが持ち上げられて、直線的だった上まぶたの形が少し丸みを帯びて、目つきが多少良くなったんじゃないかなと思います。目をガン開けば二重にならないこともないんですが、だんだん多分まぶたの重みに負けてまつげは下がってくると思いますが、これくらいしっかりカールキープ系のマスカラを使ってかっちりとまつげを上げると、多少まつげが下がってもまぶたのこの丸い形は維持してくれます。こちらの目も仕上げてきます。両方のまつげを上げたら、ケイトレアフィットジェルペンシルの BR1 番でほんの少し垂れ気味に、最終的に目の形がかまぼこ型みたいな感じになるように描きます。アイラインを描いたら、ここのブラウンを使ってアイラインをぼかします。アイラインを目尻だけに描いてるので、アイラインを描いていない部分にうまくなじむようにブラウンをのせます。涙袋の影はアイラインを描いた部分までが本当の目だと思って、少し長めに描きます。そしたら下まつげも上のまつげと同じように仕上げます。メディアアイブロウペンシルのダークブラウンを使って、いつも通り眉尻から描き始めますが、今回はふんわりとした眉毛にしたいので、ペンシルは必要最小限の毛がない部分だけを描く感じにして、パウダーをメインにして描いてみたいと思います。エクセルスタイリングパウダーアイブロウ SE01 番の3番目の色で全体を描きます。一番暗い色と3番目の色を混ぜて眉尻に少しのせます。ビセリシェインスタントアイブロウカラー BR5 番を全体に塗ります。以上で目元のメイクは完成です。
セザンヌナチュラルチークの13番を黒目の下よりちょっとだけ外側のこの辺りにのせます。ホリカホリカピースマッチングチークのクリーンピンクを上からちょっと横長に重ねます。すごく粉がふわふわなので優しくトントンと取ります。鼻の上にもほんのちょっとだけのせます。メディアブライトアップチークの WT01 番で目の下を明るくします。あんまりギラギラしないですし、発色も優しめなので目の下とか、私の場合はこのおでことか顎とか、あんまりコンディションが良くない時に目立たせたくないなっていうところに使うのにいいと思います。ということで、おでこと顎にも塗っておきます。鼻筋とかほっぺたとかしっかり光らせたい部分にはセザンヌパールグローハイライトの03番を塗ります。見た目が結構グリーンなハイライトなのでどんな感じなんだろうと思ってましたが、のせてみると結構透明感のあるツヤというか、全然緑ですっていう感じはないので案外使いやすそうです。メイベリンリップフラッシュ RD01 番を塗ります。このリップは正直色持ちはあんまり良くないんですが、代わりに割と綺麗に落ちてくれるので、その都度気軽に塗り直して使うといいと思います。メイクは以上で完成したので、髪型と服装を整えてきます。以上で今回のメイクアップは全て完了です。久しぶりのつけまつげなしのメイクアップでしたが、少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。おじこでした。じゃあねー。